ペイちゃんこ鍋さんいらっしゃい。こんばんは。ちょっと鳴らしでして後に。あ、どうしようかな、もう一つ。あ、おかえりなさい。あー、なるほど、間違った。あー、ま、間違えて抜けたってことですかね。はっ、何しよう。うわ、なんかエクセギより強い気がする。これちょっと鳴らしてからやりますね。あと2試合ほど。15連勝中。小読みと月見、小読みと月見ですか。この新規のタワーやるということでってことですかね。うわ、ジャスト。あ、全体的にですか。まあ、コート属性が違うんでちょっとあれなところですけど、いや、ってこれどっちも強いと思いますよ。
個人的にはまあ小読みはジャストがやっぱりいるんで、月見の方があれですかね、ジャストがやっぱ出せたりするんやったら小読みですかね。両方持ってますけど結局使ってはないんですけどね。間に合わねえ。ギミック出したかったな。あ、くっそ。きついきつい。どうしよう。あーやかした。ちょっとまだ2試合目やったんでちょっとそういうことにしておきましょう。でもクレーやってる時もあのハグラスやってる時もですけど、暦がとか月見が来たらちょっと嫌やなと思いますよ。やっぱりやっぱ小読みですかね、月見と小読みやったら。あ、もらえますね。10体選んでそっからランダムですね。体力か。ちょっと待ってくださいね。いや、このメンバーの方が絶対強いですね。ちょっとまあ話変わるんですけどすんません。いや、ちょっとあの3戦目なんで、次からがちょっとあの本当のXゲーをせないといけなくなるんで、すんませんね。あ、詳しくありがとうございますって言ったのかね。すんません。いえいえ、確か結構 いっぱいいるキャラクターの中で10体選ん でそっから10分の1でどれかが当たりますよってやつやったんで、まあ結構強いキャラをほとんど持ってないんだったらまあ買うのもありかなと思いますけど、まあ、結局は新規解放キャラなんで、まあ新キャラメアとかがいなかったら、さらメータも多分出ると思うんで、メアとかはありかもしれんですけど、狙うの、まあ、結構難しいところだと思いますね。10分の1ですからね、結局のところ。
あれこっちが。翔太さんいらっしゃい。いえいえ。さあ、こっからが本番です。負けすぎたらやめます。3連敗ぐらいしたらやめますね。えぐい。相手におってやーって感じですか。それはまあいろいろおりすぎってあれですけど、てかロブレン、どれになりますかね。あ、トモさんいらっしゃい。今やったらティナとかは確かにうざいですけどね。バンはやば、完全きつい。トモさんの X はないよ。あー、やっぱりそうですね。やっぱり嫌ですね、ティナ。あとあいつも嫌ですけどね、なんだかんだ、許可取って許可は取った。あのメアも意外と嫌ですね、やっぱり。うまい。じゃ、邪魔です。ほんと見えない、あれも邪魔ですね。あー、ギリか。まだワンチャンありますよ。まだ大丈夫。え？よし。まだわからない。まあなんだかんだ確かに強いですからね、本当。あ、やば、警戒すぎた。しかもスーパーショット封印中なのに、封印中なのに警戒すぎた。あ、まだあれですね。
ほぶれ、なんかちょっとごタップしてましたけど。よし。よし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 。とりあえずXゲーでしたね。いやこれはちゃんとしたXゲーやで、ほんまに、ほんまのXゲーやで。まだまだいける、まだまだ3連敗、3連敗ぐらいするまでいけると思う。3敗か、3敗ぐらいしたら終わりやね。しておいでや、なんだかんだ楽しいで。まあ新規の塔をやりよってキャラクター持ってない人がメアとか持ってなくてラインズバー育成 対抗できんかったら開口嫌になるやろうけどね。いなかったっすね。あ、マイナス2回とかになるんだ。マジか。やっぱ。あぶねいいね。めっちゃスペシャル経過してた。
うわー取られた。あーこれ残念やな。あれ、あー間違えた。いや、さっきのは本気でミスりました。あれは小黒を本当はいけたはずなんですけど、あ、月見ってこっちの月見か。そっかそっか、サーブ。くそ。お、こんばんは、いらっしゃい。やられた。あぶれ。どうしようこれ。あ、レクト。へえ。いやでもレクトも結構きつそうですけどね。結局ミスったら終わりですし。ダメージすごいな。あえぐ。いやーこれはちょっとミスったのがいけんすね。あれまだまだ大丈夫、まだいける。ミスった。あ、ミスった。ミスったってことですかね。ギアも強化させてあげないとね。あ、ついに大会？大会っていうか脱退？脱退したんですか？深夜カツくんってよっぽどですねそれ。あー増加量か。お、来た。
85回、やばプラス3やって、勝てたら。あー、下がったなー、止めんのかい。暦って確か凍結無効だった気がしてきた。いや確か凍結無効やったと思うんですよね。結構頑張ったと思うんやけど、あ、それはもう間に合わねえわ。いや、頑張って粘りましたけども、あれ、こいつじゃない、こいつかな。え、あ、ちょっと、あ、音になった、あれ。あ、取った、すげえ。いや、別の問題が出てきましたね。あの、全員がエクセなんで、ちょっとパッと見どのエクセかわからなりましたね。ちょっと焦ってましたね。しょうがないです。エクセ小読み。それ解放されたからっていう感じないんですか。気持ちいい。え、マジですか？すごいじゃないですか、それ。いや、まあ確かにキャラゲーっすね。
あーくそ、やっぱロブが打てないことにはきついな。あー惜しい、せっかく取ったのに。いやいや、ちょっとのミスがもう。235さんいらっしゃい。あ、それより、あー、オッケー。よし、これで決まったら、あ、いえいえ、そんなことはないですよ。なかなか。ありがとう。あ、代わりに言ってくれたってことですね。ティナはあれ聞いたよね。あ、間違えた、奥振りしちゃった。ちょっと待ってください。もうちょっと違った。よしよしよし。あー。まあでも SS 打ちましたからね、とりあえず。あ、やらかした。やっべ、 3連敗した。次負け、50回終わったらやめます。あ、いえいえ、いや、ラインズマン入れようかなと思ったんやけど、ちょっとあのエクセゲーをしたくなったんで、ちょっとしようかなと。
ちょっとリベンジですね、もうちょっと。あと2回、もうこのまま2連続2回したら、ちょっとキャラゲーします。それはひどいわ。あ、なるほど、足が遅いからきついっすね。あー、こいつのですか。まあイメチェンだけですよね。その課金した時のあの有利っていうんですか、あのいいのって。うわー、マジか。いや、あのミスはちょっと痛かったですね。あ、やらかした。あー、これはやらかした。ダメだこれは。ちょっとミスが痛いっすね、この1点1点1点の。なんだかんだ強いですよね。まああの X に勝てれんですけどね、あのラインズマン X の方に全部無効化されるんで。よし、これやべ、負けたら。ちょっと今回諦めます、今日は。あー、なるほど。ああいうのがまたダメですよね。ああいうの問われてたら。
あーダメだ。あーきつい。いや3体エクセは最初できだし最初だけでした。いや何回か勝ったことあるんですよ。何回か、まあ、何回かですけどね。ちょっと諦めました。はい、ちょっと回数落ちすぎたんでちょっと諦めました。